思い出のことを書こうかな。どれを材料何にしよう。これでいいかな。使う材料の数を決め、それじゃ仕上げに入るよ。それじゃ仕上げに入るよ。やったね、効果が発現したよ。何が起きるかな。よし、やった、できた、レベルアップ。材料何にしよう、材料何にしよう。これでいいかな。使う材料の、それじゃ仕上げに。やったね、効果が発現したよ。よし、やった、できた。材料何にしよう。使う材料の数、それじゃ仕上げに入るよ。やったね、効果が発現したよ。やったね、効果が発現したよ。これでどうかな。やったね、効果が発現したよ。よし、やった、できた。材料何にしよう。使う材料の数を決めよう。それじゃ仕上げに入るよ。やったね、効果が発現したよ。あれれ、材料、あれれ、材料を入れたのに。何も。よし、やった、できた。材料何にしよう。これで使う材料のカット、それじゃ仕上げに入るよ。やったね、効果が発現したよ。よし、やった、できた、レベルアップ。
材料何にしよう。これでいい使う材料の。それじゃ仕上げに入るよ。やったね、効果が発現したよ。これでどうかな。それじゃ仕上げに入るよ。これでどうかな。やったね、効果が発現したよ。やったね、効果が発現したよ。何が起きるかな。よし、やった、できた。あ、お腹すいた。でも今月はもう無駄遣いもできないし、邪神の像なんか衝動買いしなければ今頃。焼きたてパンの匂いが身にしみる。気の毒に腹を空かせているのか。うわ、なになに、ただパンを見てただけ、別に悪いことなんかしてないよ。怯えることはない。さあ、このパンを食べなさい。くれるの？私お金持ってないよ。次は買ってくれればいいよ。お腹が空いているんだろ。私の作ったパンでよければさあ、食べてくれ。ほら、この猫さんパンは甘くて君くらいの子供に大人気なんだよ。子供じゃないってば。あ、いいな、僕もパン食べたい。ずるい、私もお腹減った。よし、友達も呼んできなさい。今日はもう店じまいだ。あれ、パン屋さんの前に人だかりが。遠慮するなよ。店のパンを全部食べ尽くすくらいの勢いで食え。ガッテン、おっちゃん、パンおかわり。うん、その息だ。まだまだあるから遠慮するなよ。ほら、そこのお嬢ちゃんも食べていけ。え、私？ああ、うまいパンをしっかり食って、みんなすくすくと育ってくれよ。私、これ以上育たないと思うけどな。もう大人だし。すごい大盤振る舞い。フレッドさんって優しいな。でもこんなにタダで配っちゃって、お店の方は大丈夫かな。ほら、だから僕が言っただろう。彼らは一筋縄ではいかないんだよ。そうですね。でもこれほどとは思ってなくて。これ以上傷口が広がらないように速やかに撤退すべきだと思うがね。どうかしたんですか？ほら、前にホムンクルスのお客さんが来たでしょ。ホムンクルス、ああ、キラキラが欲しいって言ってた。そう、それで宝石を集めて納品したんだけど、今日になって返品されてきたの。それも全部ね。宝石の見立てには僕も参加したし、品質や価値は保証済みなんだけどね。その宝石、ホムンクルスさんたちはお気に召さなかったんでしょうか。わからないんだよ。彼らの言葉はあまりに抽象的すぎるからね。とにかく手を尽くしてもこのざまだ。この件からは手を引くべきかなと。いえ、
ホーナー、もう一度やらせてください。僕の勘だとどう転んでもいい結果が出そうにないと思うのだけれど。オーナーの勘は当たったことがないから大丈夫です。それにこのまま諦めたらうちのお店の名折れです。君がそこまで言うのなら前金をもらってるのも確かだしな。わかったよ。じゃあもう一度頑張ってみたまえ。はい、よし、なんだか燃えてきた。見てなさいよ。よし、完成。アーシャさん、ちょっと試食を頼めるかな。わあ、フレッドさんのパンだったらこちらからお願いしたいくらいです。はは、光栄だね。今度の新作はこれなんだけど、猫さんパンをさらに改良して一口サイズにしたね。でも中にちゃんとジャムが入って、 あれ、こっちにはクリーム？中身は一つ一つ違うのさ。これが今回の新作の売りなんだ。すごーい、フレッドさんの手はそんなに大きいのに、こんなに小さくて可愛いものどうやって作るんですか？昔から手先だけは器用だったんだ。子供の頃から家事を仕込まれてきたしね。こう見えてパン作りだけじゃなく裁縫や洗濯なんかも得意なんだよ。へえ、じゃあパン屋さんの奥さんになる人は幸せね。メリエットさん。あれ、メリエットさん、お買い物ですか？おやつ欲しいなって思ってね。何かいいパンないかしら？ありますよ。ちょうどフレッドさんの新作パンが完成したところなんです。一口サイズでおやつにもぴったりね、フレッドさん。いらっしゃいませ。あ、びっくりした。落ち着いてください、フレッドさん。メリエットさん、もういらっしゃってます。そうか、接客心得その1、入店のお声かけからと思ってつい。では接客心得その2、お探し物は何ですか？へよ、ごめんなさい、店番があるから急いでるの。猫ちゃんパンいくつかいただける？わかりました。直ちに梱包を開始します。ありがとう。じゃあ私はこれで。またね、アーシャ、パン屋さん。ありがとうございました。フレッドさん、メリエットさんの前だと急にカクカクしちゃう気が、なんでだろう。どこに？この遺物はすごいわね。こんな大きな構造物は本国にもないわ。今はすっかり廃れてるようだけど、かつてこの辺りが錬金術の中心だったのかしらね。マリオン、そろそろ移動しませんか？移動って今来たばかりじゃない。本格的な調査はこれからよ。ですが、その、ごめんね、高いところ苦手だったっけ？私は好き嫌いなく何でも食べ、どんな相手とも戦いますが、高いところだけは苦手です。なんだったらあなたはあっちで休んでてもいいのよ。いえ、マリオンのそばは離れません。護衛ですから。そんなこと言って顔が青いわよ。私はもうちょっと詳しく見てから。誰かが来ます。こんにちは。水道跡の調査か何かですか？なんだ、アーシャ、びっくりした。よかった。あれ、驚かせちゃいました？気にしないで、今日はリンカが役に立たないからちょっと用心しただけ。
ここは特に変わったものがあるわけじゃないけど、興味深い場所よね。こんなに巨大な構造物をどうやって作ったのかしら。昔の人ってすごいですよね。もしここがなかったら、リーゼン玩具も私のアトリエも外界から切り離されちゃってました。そうなのよね。これほどの構造物なのに、ただの街道扱い。リーゼン玩具もただの石切り場になってるし、過去の遺産の扱いに頓着ないのね。もし過去の遺産を有効に活用できれば、生活の水準がぐっと上がるかもしれないのに。あんまり考えたことないかも。みんな、今の暮らしに満足してるんじゃないかな。生活はあんまり楽じゃないですけれど、贅沢しなければ、なんとかやっていけますし。今あるものでつつましやかに生きていくか。それも一つの手かもね。上なんて見上げてたらキリがないし。役人の出世と一緒ですね。そうそう。下っ端はどんなに頑張っても所詮は下っ端。ああ、くそ、やる気なくなってきた。給料なんて全然上がんないし。でもどうして遺跡を調べるんですか？調査のための調査かしら。どこに何があるか、まずそれを調べてるの。後でやってくる専門家たちのために、価値のありそうな遺跡を調べて報告しているの。そっか、縁の下の力持ちですね。まったく、自分でも地味な仕事だと思うわ。けど、誰かがやらなきゃいけないから。マリオンが立派だということは、私はよく理解しています。ありがとう。そんな風に言われたら拗ねてもいられないわね。さ、もう一踏ん張りしましょうか。心得ました。アーシャ、ではまた。お役人さんって大変なんだな。せめて邪魔しないようにしなきゃ。どこに行こうかな。何度来られてもダメなもんはダメだ。そろそろ少し妥協していただけるとありがたいのですが。あれ、この声は。よそもんを、しかも素人の女を中に入れるわけにはいかねえ。現場には現場のルールってもんがある。さ、帰ってくれ。これを言うのはもう何回目だ。あんたも懲りないな。そのお言葉、そっくりそのままお返ししたいのですが。わかりました。今日はこれで帰ります。でも、何度でも伺いますから。へっ、おととい来やがるってんだ。まったく、強情な親父なんだから。大変そうですね、マリオンさん。あら。いつものことだから慣れちゃったけどね。私、アーシャにはみっともないところばかり見せてるような気がするわ。いえ、そんなことは、それほどでもないかなって思いますけれど。あんたも頑張るね。親方は頑固だし、一度ああなったらテコでも動かないよ。仕事ってのはわかるけど、もう諦めた方がいいかもよ。頑固さじゃ私も負けませんから。こうなったらコンクラブですよ。中に入れてくれるまで何度だって通います。不毛な気がするな。親方はもともと女が現場に入るのを嫌うし。あなたは堂々と入ってるじゃないですか。私は女扱いされてないみたいでさ。親方の言い分にも一理あるんだよ。遺跡の中は本当に危ないんだ。それは分かってるつもりです。怪我したらそれも自己責任だということも。そっか。だったらあとは勝手に入るしかないかもね。夜だったら誰も気づかないはずよ。見張りもいないし、入り口も開いたままだし。なんだったら
私が案内するけど。どうする？お申し出はありがたいですけど、やめておきます。私の仕事は調査だけじゃなくて、地元の方と良好な関係を築くことも含まれます。後々調査団が来た時に円滑に事を運ぶためには信頼関係が必要ですから。許しをもらわずに勝手に入って、親方さんの信頼を損なうことはできません。そこまで考えてのお仕事だったんですね。お役人さんって大変なんですね。あくまで正式な許可が出るまで頑張るってことか。大変だね。でもま、あんたの気持ちは分かったよ。私からも親方に言っておくわ。ちょっとは話を聞く耳持ちなさいってね。レジナさん、ありがとう。よろしくお願いします。ただ、私の言葉にどこまで聞く耳持ってくれるかは分かんないよ。今のところ八方塞がりですから。難しい問題ですよね。親方さんの言うこともわかるけれど、マリオンさんはお仕事だし。でも、いくらお仕事でも遺跡に入るのは危険っていうのもわかりますし。でも、マリオンさんにはリンカさんがついてるから平気って気もしますし。アーシャちゃんがそんな心配そうな顔しなくてもいいわよ。ありがとう、アーシャ。心配かけてごめんね。そういえば、雨を待つ花って、確かこの辺りにあるはずだよね。これだけアトリエに近い場所だし、見たことあってもおかしくないんだけれどな。ちょっとおさらいしてみよっと。何？雨季。枯れ谷は急流の川となる。穏やかな淵にこの花は咲く。桃色の可憐な花びらからはよく発酵した果実酒のような香りが漂う。この谷が川になるくらいの雨なんて見たことないな。この辺りまでは何か削れたような跡がある。水が流れた跡かな。雨が降った時だけ花が咲くってことは水が必要ってことだよね。普段は種か球根の状態でひたすら雨を待っているとか。だとすると今も谷のどこかにあるってことになるけれど。そうだ、植物のことならパナ、お前探せる？ポポーボボあだよね。そんなうまくいくはずがないか。何か方法を考えないとね。そうだ、こういう時使えそうな道具のこと、前に読んだ本に載ってたような。よし、一度戻って作戦の練り直ししよう。どこに行こう？確かこの本に雨にまつわる道具のことが書いてあったような気がする。うん、前に読んだ時はわからなかったけれど、そういうことだったんだ。これを使えば広い範囲に雨を呼べるみたい。粘菌術って便利だな。枯れ谷に雨を降らせても多分誰にも迷惑はかからないよね。とりあえずレシピは分かったし、作ってみよう。どれを調合しよう。材料何にしよう。使う材料の、それじゃ仕上げ。よし、やった、できた。
料何にしよう。材料何にしよう。それじゃ、これでどうかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。これで使う。それじゃ、仕上げ、何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。材料何にしよう。これ使う。それじゃ、仕上げ、これでどうかな。何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。これ使う。それじゃ、これでどうかな。何が起きるかな。よし、やった、できた。レベルアップ。材料何にしよう。材料何にしよう。これ使う。それじゃ、これでどうかな。何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。これで使う。材、それじゃ、仕上げに、何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。材料何にしよう。これ使う。それじゃ、何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。それじゃ、仕上げに入るよ。便利なスキルを使うよ。やったね、効果が発現したよ。やったね、効果が発現したよ。よし、やった、できた。材料何にしよう。材料何にしよう。これ使う。それじゃ、何が起きるかな。これでどうかな。何が起きるかな。何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう。これでいいかな。使う材料の数を。それじゃ、仕上げに入るよ。やったね、効果が発現したよ。便利なスキルを使うよ。やったね、効果が発現したよ。便利なスキルを使うよ。あれれ、材料入れたのに。それじゃ、仕上げに、やった、
やったね、効果が発現。やった。何も起きないな。やっ、何も起きないな。よし、やった、できた、レベルアップ。おい、その、なんだ、今日はあいつ来てねえのか。あいつ誰です。ほら、なんつったかな、あの黒い髪の威勢のいい姉ちゃんだよ。そういや、このところ見ないっすね。親方が追い返してばかりだから諦めたんじゃないっすか。なんだ、もう諦めやがったのか。数回断られただけで根性のねえやつだ。これだから今時の若い娘は当てにならねえんだよな。マリオンさん、どうしたんだろう。後で様子見に行ってみようかな。材料何にしよう。これで使う。それじゃ、しや、やったね、効果が発、何が起きるかな。やったね、効果が発、よし、やった、できた。材料何にしよう。それじゃ、何が起きるかな。よし、やった、できた。材料何にしよう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 。この辺で雨を降らせてみようっと。カバンのどこにしまったっけ。行くよ。えい。うわ、大成功。これで花が咲いてくれればいいけれど、谷のどこに咲くかわからないけれど、探してみよう。あれ？
お酒みたいな匂いがする。もしかしてお花が咲いたのかも。こっちみたい。行ってみよう。どうしてこんなところにいるの？ニオ！お姉ちゃんのことがわかるんだね。何年ぶりだろう、ニオの声を聞くの。キースさんを信じてよかった。ニオを探してたんだよ。ニオの方こそどうしてここに？あのね、枯れ谷にお花が咲いたから見に来たの。綺麗なお花だね、お姉ちゃん。お花が咲いたのが分かったの？そっちからこっちが見えるってこと？どうだろうね、よく分かんない。それよりお姉ちゃん、私眠い。寝不足なのかな。うん、ここあったかくてふわふわなの。お日様のポカポカみたいでいい気持ち。ダメ、どんどん眠くなって。待って、まだ話したいことがあるの。行かないで、ニオ。消えちゃった。ニオ、あの子は一体どこにいるんだろう。そうだ、この光る花を忘れずに摘んでいかないと。よし、頑張っていこう。こぼさないように摘んで。うわぁ、ちょっとこぼしちゃった。味覚に影響する要素を含んだ素材です。私としてもこの缶どこに行こうかな。突然ですが、私はとても暇をしています。アーシャはもっとここに顔を出すといいでしょう。暇ですか。そういえばオディリアさんって普段は何をしているんですか？何もしていません。強いて言えば待機しています。はあ、待機ですか。それは大変ですね。はい、悠久ともいえる時間の流れの中、ただ次の命令を待ち続ける。とても大変で暇です。しかしそれが命令ですので、本来であれば本の貸し出しとそれに関連する諸作業が5割、書籍の保守管理業務が4割。しかし本館を訪れる人がいなくなって久しく、自己調整の1割を除けば残り9割を待機に割り当てております。砕けた言い方をすれば、朝から晩までひたすらぼーっとしております。なるほど、ずっとぼーっと。それは辛いですよね。じゃあ本を読んだりとか。せっかく図書館にいるんですし。私の頭脳は書庫と直結しています。わざわざ読む必要はありません。じゃあ寝たりご飯を食べたりとかは。アーシャ、私たちは
必要がなければ食事をしなくてもいいのです。眠る必要もありません。え？ダメですよ。オデリアさん、食事と睡眠は健康のための基本なんですよ。そうだ、今度何か美味しいものをお持ちしますよ。好きな食べ物とかありますか？食事は不要と再三申しています。アーシャ、あなたは案外人の話を聞かないのですね。ですが、食べ物といえば何か古い記憶があったような。マスター、これは何ですか？これかい？これは君のために用意したものなんだよ。今日は君が生まれてからちょうど1年だ。私からのお祝いだよ。ほーら、甘い香りがするだろう。さあ、開けてごらん。君とこうして過ごせるのも今日が最後かもしれないが。マスター、ありがとうございます。なんだろう。ですが、そうですね、甘いものを食べてみたいかもしれません。古い記憶で思い出せませんが、とても魅惑的なものだったような。甘い恋とかそういうものもあると聞きます。食べてみたいかもしれません。恋は私もよくわかりませんけれど、甘い食べ物なら用意できます。とにかく一度食べてみましょう。甘いもの作って持ってきますから。2番館購入それでは。どこに行こう。ここで待っていれば会えると思っていたぞ。あの本を参考に頑張って勉強しています。礼はいい。あれを活かせるかどうかは君次第だ。こうして出向いてきたのはその件ではない。そろそろ頃合いだと思ってな。場所を変えて話すとしよう。少し長くなりそうなのでな。君のアトリエはこの町にもあるんだろ。はい、でも散らかってますけれど。気にはしない。錬金釜か。君の術式はかなり古風だな。これはこれで趣があるが。昔から使ってる薬釜なんです。私、釜をかき混ぜてるとホッとするというか。それには同意も共感もできんが、個人の好みだ。そういうこともあるだろう。質素な本棚だな。薬品関連は独特のものがあるようだが、貧弱すぎる。知識は口伝か？はい、半分は本で、半分は祖父から直接教えてもらいました。そうやって代々技を忠実に受け継いだというわけだ。いえ、全部教えてもらう前に祖父は他界してしまいましたから、素材の分量とか配合の割合とかは結構適当だったりします。でも結構自信あるんですよ。なんとなくこうすると成功するとか失敗するとか。なるほど、適当でなんとなくか。笑われてしまった。いや、失敬した。気を悪くしたなら謝る。君を貶めるつもりはなかった。しかしこの機材環境では少し足りんな。君にこれをくれてやろう。あ、何をいただけるんですか？それは、どこかで見たことが。
見覚えがあって叱るべきだな。あの住人の消えた村のものだ。そうでした、あの時キースさんが持ってっちゃった。この器が何であるかは今はまだ黙っておく。ただここから動かすな、役に立たなくなる。さて、待たせたな。では本題に入ろう。はい。君に錬金術の道具の作成を依頼する。錬金術の道具ですか？そうだ、物は何でもいい。君の専門である薬品の調剤でも希少金属の精製でもな。ただし俺が使用することを想定したものに限る。キースさんが？それはさすがに。私なんかが作った道具でキースさんに満足してもらえるんでしょうか？それを判定するための依頼だ。どういう意味ですか？それを話す前に、そうだな、一つ昔話をしよう。この地方ではほとんど知られていないが、俺の出身地では何十年か前にあるきっかけで錬金術が再発見された。多くの者がその習得に心血を注いだ。俺もその一人だ。錬金術は我々にとって可能性そのものだった。その素晴らしさに共に学ぶ仲間たちと酔いしれたものだ。しかしある時俺は気づいてしまった。錬金術を真に理解している者などいない。皆術の表面だけをなぞるまがい者の術師だとな。まがい者の術師？実体のない知識をひけらかすだけで真理を追求する気のない者、あるいは理解しようともしない者たちばかりだった。形だけ真似てもある程度の術は駆使できる。しかし彼らが作り出すものは所詮まがいものでしかない。俺はそれが許せなくてな。錬金術書、機材、施設、全てを破壊した。おかげで今は追われる身だ。後悔はしてないがな。私は分かりました。キースさんが言おうとしてることもなんとなく。そう、君が作ったものの内容以下によっては俺は君から錬金術を奪うだろう。錬金術はふさわしい者が扱うべきだ。才なき者が求めるには過ぎたるものだ。中途半端な知識で調合すると危険っていうことは理解できます。でも妹は、ミオを助けるには錬金術だとキースさんが教えてくれて、それをなぜ？それとこれとは別な問題だ。ええ、最初から失敗を想定してどうする。要は俺を納得させればいいんだ。期限は特に定めない。これぞというものが完成したら俺のところまで持ってこい。報酬は相応のものを用意しておく。俺の話は以上だ。どうしよう、大変なことになっちゃった。もしかしたら私錬金術を諦めなくちゃいけなくなるかも。こうなったらすごいものを持って行ってキースさんに認めてもらうしか。そんなことができるのかな。